も知らない本人出てきたか分かる佐藤さんばっかと Thank you.
Bye.
ごいなんか、はい、ありがとうございます。3月8日にね、お誕生日を迎えまして、はい、24歳になったということでございますが、いかがでしょうか、今日は生誕祭。すごいいっぱい来てくれて嬉しいですと言って嬉しいです、はい、あの24歳間がゼロなので、うん、今日ここにいるみんなとすごい24歳間を作りたいので、うん、皆さん一緒に24歳間を作りましょう。イエーイ。24歳ですか。もっといる。もっといる。もっといる。もうめちゃめちゃいっぱい来てくれてますけど、え、初めて来るよって人とかいる？誰？はい。あ、え、ちょこちょこ？え、嘘じゃない？嘘じゃない？嘘じゃダメだよ。嘘じゃダメだよ。嘘じゃダメ。正直に行きましょう。まあ、じゃあ、気持ちを込めてタサキョン、タサキョンに向けてじゃあ自己紹介していきますわ。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。ポニーテール可愛いなと思って、ちょっと声かけて、はい、あのビスコこと渡辺さんのビスコって言ってください。あ、ビスコもあ、はじめまして。ありがとう。あの、同じクラスになりました。あ、そうなんだ。片瀬のれみと言います。あの、誕生日近くないんですけど、仲良くしていただけたら嬉しいです。あ、ちなみに、あの、あ、本読む部活入ってます。なんで欲しいんですか。勝負だよね。勝負だよね。あと勝負に入ってます。なーちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。勝負になろうな、なーちゃん。あ、ありがとうございます。あ、田崎れんなさんです。田崎れんな。あの、受験の時に、あの、2個前に座ってて、あ、可愛いなと思って同じクラスで嬉しいです。あ、里春です。あの、クラスで一番頭いいんです。なんかあったら頼ってね。Yeah.
そうだね。
ということで正解は押し上げ駅からスカイツリーの展望台駅でした。みんな罰ゲーム。なんて答えたっけ。富士急。低いってないじゃん、富士急なんて。超えてるから、いけてないからね。2480円ぐらい使って80円。そんなことないっすよ。超えてんだよ。2400円だよ。もう背中入るわけないです。秩父は惜しかったよ。秩父は惜しかったよ。なんでせっかく久々に学校来たのな。その設計続けるの。ずっと続いてるからね。何待ってやだ。じゃあ罰ゲームこちらです。ロシア風船です。その時の舞台挨拶でまたお会いできたらなと いいなと思います。どうも素敵な、また可愛く、さらに可愛くなる一年にしてください。ありがとうございます。お誕生日本当におめでとうございます。またこれから挨拶でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとう。すごい味の開き。なんでこれ、なんで取れてみたおめでとう言ったことでね、こいつは閉じやがって閉じてんじゃねえ。閉じてみたじゃねえ。おめでとう言えたよ。なんで味しゃべった。いやー、皆さん誕生日、いいじゃないですか、いいじゃないですか。私はね、ハンカクですね。キンさん、ハンですかね。本当にこの日を心から喜んでおります。そしてもう何ですか、最近はですね、いろんな日が祝日になってるじゃないですか。なんです、山の日だとか海の日。
もうね、レナウジもあってもいいと思うんですよ。なんとかね、上の方にまで飾ってレナウジというのをね、作っていただくよう、私の方でも、署名運動をやっていきたいと思います。とりあえず、あれだ、絶対、誕生日おめでとうございます。ありがとう。結婚してください。どうも。
坊主のスケベです。田崎ちゃん、結婚おめでとう。ありがとうございます。じゃあこれプレゼントを用意してきました。受け取ってください。なんか制服だからなんかさ、この服ちょっと守ってるんだよ。これ結構リアルなツーショットになってます。なかなか。何？いや、よく似合うと思うんだよ。すごい。あ、あのお揃いの角襟の。これ本物なんで、本物の角襟の。よくね、こうちょっとフェイクなんかもう偽物なんかで回ってますけど、これガチガチの本物なんです。ぜひ使ってください。嬉しいね。スペシャルゲスト、神宮寺ししまるさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こちらこそありがとうございます。呼んでいただいて。あの、一個言っていいですか？どうぞ。さっき、はい、私が罰ゲームの取り行くとき、後ろいました。え、いたの？で、私、幻かなって思っちゃった。まだ妖精さんが来るはずないと思って。いや、僕もまさかそんなことがあると思って。で、すごい暗かったんで分かんなくて、目合いましたよね。目合いました。まあ、だから急遽俺はスタッフの目を、なんかスタッフの、ただこんな格好はない。スタッフの人あんまりいないから、まあ誰だろうって思った瞬間に、嬉しい、ありがとうございます。じゃあちょっとあの、一ネタせっかくなんで。では、田崎ちゃん、いや、いけるわ。ネタ合わせしてきたね。いや、マジで合わせたの。一応、あの、サングラスは用意するけど。おぉ、いや、いける田崎ちゃん。いけます。オッケー、じゃあ、いけます。すごい、すごい。いや、じゃあ、これ、マイクはこれだね。あ、そうだね、それ入った方が、あの、これ本物だから。ちょっと、マイク持って。じゃあ、まあ、覚えてる、はい、これはあのネタをやったの結構前、3年前だけど。めっちゃ初期3年前、最初の時。でも前回会った時、田崎ちゃん覚えてるって言ったもんね。ネタ結構ちゃんと覚えてる。あ、それは言ったふりです。言ったふりだよ。本当は覚えてる。まあ、じゃあやってみようか、ちょっと。 OK。 どうも、ドスケベです。どうも、ドスケベ2です。今日は私が思うこういう女の子はドスケベだというのを次々と発表したいと思います。まずはこういう女の子。見て、私ポイントカードでいつも財布パンパンになっちゃうの。はい、ドスケベ。こういう女の子はポイントカード作りますかと言われると断れない女の子で、押しに弱い子なんです。押せば大体いけちゃいます。はい、ドスケベ。たたきちゃんが思うじゃん、ドスケベ言ってやれ。どういう女の子がドスケベだ。雑誌アンアン。はい、ドスケベ。なんでなんでアンアンがドスケベだ。もうアンアンはドスケベです。はい、ドスケベ。じゃあアンアンドスケベなの。随分荒いネタをやるね。これ3年前のネタですよ。やったよね。やったよね、よく覚えてる。じゃあそうだね、アンアンはエロ本だって言ったよね。なんで覚えてるの。じゃああとあれか、あのカバン開けっぱなしにしちゃう女の子ね。あったよね。また私カバン開けっぱなしだ。はい、ドスケベ。こういう女の子はだらしがなくてね、あっちの方もすぐ開いちゃうんでしょう。はい、ドスケベ。あとなんかある思うドスケベ、なんでもいいよ、なんか思うドスケベ。どういう女の子がドスケベだと思うの、田崎ちゃん。あ、うん、いいよ。え、私今日下を気にしてきたんだ。はい、ドスケベ。なんでなんで女の子が髪型を七三にする時なんて七五三ぐらいだ。はい、ドスケベ。とんでもないクオリティ
ーベース何それまあそうだなじゃあ以上どうもありがとうございましたありがとうございましたこれのために来てくれたわけですもんね志村さんはいありがとうございますすぐに出なきゃいけないんであの先輩とキックボクシング見に行くやつあ、そうだめっちゃ意外だと生誕祭でこんな空気は初めてですいや、僕もあのてっきり印象さんがいるもんだと思ってて、うん、俺裏に来て初めて今日印象さんいないって言っててそれも失礼しましたあ、俺もうこれ無理だっていや、本当ありがとうございますそれだったな俺どれだけ印象さんに頼ったら自分も分かってるちなみに、あれ聞いてもいいですかどうぞ3月8日の花言葉はあ、お花ちゃん3あ僕ね、そうなんですよ花言葉、お花くんをやってますねお花くんっていうのは、お客様って3月8日は節分草っていうお花があるんですよ節分草って、まあ、節分の時期に咲くお花でとっても綺麗なお花これがもう、あの誕生花があるで、花言葉が人間嫌いっていうそうなの、はい、花言葉怖っ、っていうところがあるんですかねなんか島江さん面白くなくなって、ちょっとあの鍛え直しますじゃあというわけで、はい、本当にありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたあ、それは本当に脱出せるまだあの予備もあるんで他とかありがとうございますどうもありがとうございましたいや、すごかったね。ね、どうしよう。いったんはないし。答えたんだね。もう一回ししまるさん出てもらってもいい？もう一回出てもらおうか。写真撮ろう。ああ、そうだね。どうも。カメラ入ってまいりました。カメラにちゃうってことだからね。お写真。お写真。こうね。うちのお客さん写真撮ってるんですけど大丈夫ですか？あ、一応事務所を通してもらってはい、チーズ。はい、ありがとうございます。どうも長々とありがとうございました。We'll be right back.
獅子丸さん出てくる。じゃあここで、はい、ハッピーバースデーの歌でも歌いましょうか。やったー、歌ってー。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーキーラカンタカロから、まあ、一旦楽屋行ってオフィス開けたら、なんで今日くれたの
わからない。だからさ、本当に分かる。私もね、タサ君のとは言わない。でさ、楽屋にさ、いたらさ、持ってきたじゃん、クルちゃんが。見て、これ、はるかからプレゼントってさ、クルちゃん持ってきたじゃん。どこ行ってる？覚えてない。そう、持ってきたの。そう、堂々と持ってきたの。堂々と持ってきて、え、なんで言うのって言って、はるかも言ったんだけど、だってそういうことだったらしい。自分だと思ってた。そうそう、たさきのプレゼントあるよってことを、もうマネージャーさんもやっぱ言っちゃうみたいな流れなのかなって、なんかなって思ったの。そう思ったんだけど、普通になんかもうだから入れてくれなかったの。入れてオフィスに入ろうとしたら、あ、そう、鍵かけて、鍵かけられて、今ダメだって言って、あ、そうだったんだ。そのプレゼントありがとう。あの、唯一開けられてないものがありました。それから行きましょうか。どうぞ。ありがとう。何？あ、大中小あるんですけど、え、何個もあるの？何個もあります。開けまーす。うん、どうぞどうぞ。うれしい、世界一優しい iPhone ちゃん。待って、嬉しい。え、あ、そういうこと。そう、あの iPhone よく壊されるんで、そう、あの、一旦渡しとくのって。で、2個目、これは、あの、ちなみにこの袋だけじゃなくて、この中までめちゃめちゃ開けられてたから。え、ほんとだ、めっちゃ開いてる。あ、めっちゃ開いてる。びっくりしたよ、元通りになったけど。いいよ。それはね、でもね、箱、まあ、あの、iPhone の置き型充電器、あ、置くだけで充電できるやつが、うち、あの、佐藤家導入されたんですけど、最近テープ開けられてるんです。あ、そう、開けやすくなってる。あの、刺してもらって、この、ここに置くだけで充電できる。マジで？充電器もなくすから、すごいありがたい。で、あの、ご家族にも勝手に取ってくるでしょ？あ、取ってくる。あ、そうだから、お兄ちゃんって何も使わせて。そう、めっちゃ怒られてるの、お兄ちゃんに。何個持ってくんだよって。え、ありがとう。ありがとう、関連だ。ありがとう、ありがとうございます。で、なんかちょっと、予算が余ったんで、こちらも。それもちなみにめちゃめちゃ開けられてました。全部開けた。あ、何ですか？ビップです。あ、ありがとうございます。使ってください。はい、使われてない。大丈夫？多分。そこまでは言ってない。あ、大丈夫だ。多分入ってる。あのね、私がオフィス入ってったらそういう状態だった。他の山本さんとかも、でもまあなんかさ、まあね、本当かもしれないしみたいになったらしい。そんなことがありました。以上、佐藤からでした。ありがとうございます。あ、もう本当にもう笑い止まらなかったもん。はい。どうぞ。クちゃんのありがとう。ちいさん、母さんちゃんのためにプレゼント買ってきたよ。うん、知ってる。なんだと思う？マスカラ。正解。やったー。はい、大正解でございます。わー、ありがとう。おめでとう。やったー。ゆぶさんの。そう、いつも楽屋で、チコちゃん、ファンデ貸して、コンシーラー貸して、マスカラ貸してってすごい言ってくるんですけど、なんか、その私が作ってるそう、なんか、はい、あの、使ってるマスカラをすごい気に入ってくれてる。すごい。え、名前言ってる。え、あったー、あった。イエーイ、マスカラ、何日か前からずっとね、これそう、マスカラ欲しい、ずっと言ってくれ、欲しいものくれてありがとうございます。やったー。あよかった、くるみちゃんに開けられますね。よかったよ、ほんとに。はい、ありがとう。はい、おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。私も開けられてないんだけど、え、何かわかる？わかるよ、アイボリーの色のなんかでしょ。そう、
振り僕がわりかし空いてるなんて。
一緒にいるとお姉ちゃんだけど、画面で見るとああアイドルなんだなと思います。背は小さいけどお姉ちゃんの背中や存在はとても大きいです。その背中に頼るだけでなく支えられるようになるから、いつでも頼ってね。長々と失礼しました。これからもノタルを応援してます。お姉ちゃんが大好きなゆりちゃんより、田崎君の妹ちゃんのゆりちゃんからお伝えしたいと思います。
私を応援してくれるみんなは本当に変だと思います。大好きだよ。伝わったと思うよ。みんななんか笑っていいのかなっていうあれだったけど、ダメだよ、笑っちゃ笑っちゃった笑っちゃダメだよ。真剣に喋ってる。だってチコちゃんも最後だしさ、ね、そういうとこがやっぱみんな好きなんだよ。やっぱ泣いててもこう泣いてる、明るい気持ちになれるから。泣いてるよ。泣いてない。でも泣かないって決めたの、今日の生誕祭は。そうなの。そうなの、なんか嫌じゃん、うん、泣くの。だから泣いてないです。泣いてないね。泣けよ。え、なんで。なんでよ。泣いてくれる。泣かない、泣かない。今のでね、もういい。うん、はい。あ、結構いきますか。ごめん、あのなんかあるのかなと思っちゃって、ごめんね。あ、うん、それでは、いきますか。立ってください。それでは私の好きな曲聴いてください。ミラチケギ。Thank you.
Thank you.
の？わかんない。いや、じゃあ、あの、なんか、ごまかす。じゃあ、わからない人は、ふぅーって言っててください。いきますよ。それでは、最後の曲いきます。せーの。キラキラつけてよ、会の展開すぐ後悔。あんなこんな言われても、そうだそうだと言うのは判断。誰かに
そっと。ああ、どこまで行くか。ちょっと聞いてだけだ。Oh, yeah.
すごいよ。ブーケトスもね。ブーケトス取れました？もらってた、ね。あ、あそう。これが気持ち悪いんだ。頭から動きが。ドラえもんを解体して、上の方にはパプリカ入れて、下の方に動き入れたら。怖いよ。大きく育ってくださいって意味を育てて。はい。褒めてくれた。じゃあそこで忘れないうちに写真を撮りましょう。さっき撮りました。ついちゃったから。すごい風船めっちゃ嬉しい。すごいね。すごかった。めっちゃ綺麗。なんで言ってんの。私が風船好きなの。風船好きなの。風船好き。1万円めちゃめちゃ高かった。これタサちゃんがやったやつでしょ。これを撮った時が同期で買ったの。これなんかさっきチコちゃんが引っ張っていいとか言ったのね。めっちゃ怒ったのに。だだいたいたさき何していいって聞いてもいいよいいよって言うのに、さっきだっけこれ600円もしたんだよって言って。ダメだ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 バカにバカって。すごーい。これたさきょんが掃除すんの。頑張ってね。うん。ギュッと。すごい、めっちゃいる。真ん中に集まってください。なんかさ、耳でさ、すごいどれだけいるかっていうのがめちゃめちゃ怒ってるね。ね、あと後ろの方まで。耳かわいいね。入って、みんない動画から行くじゃん。動画やっとく。たさきょんって言ったらみんなでおめでとうで、なんかうーってやって、うーっていきましょう。撮れてる？はい、いきます。たさきょんおめでとう。入んなかった人の顔合成し、後で送ってもらう。後で個人写真送ってもらう。いいね、制服だし。制服だし。卒業アルバムみたいな。え、なんて声かけしてる。それね、何でもいいよ。開けちゃった。くるくるパッカン。ね、一番可愛いくるくるパッカンって。お願い。かわいいの？うん、かわいいよ。お願い。開けちゃったじゃん。そうだよ。そうだよ。私も悪いんだけどさ。てくれて本当にありがとうございます。せーの、えいえい。
スズ。締まりが悪い。